まあ、今日はピザもあるんで3袋ずつ作りたいと思います。あ、今ねソースをさ私出したんやけど、発見に気づきました。カルボナーラと普通のブルダック炒め麺の辛いやつって入ってる辛いソース同じものかと思ってたら、ちゃんとカルボナーラの方がちょっと少ない。まあさそうか、同じの入ってったらね辛すぎるもんね。でカルボナーラの方はさ、あのカルボナーラソース的なやつが入ってるんだね。こっちはカルボナーラの麺、こっちはブルダック。あー3つ入ろうかな、頑張れよ頑張らんやろ。やばい、もう注文配達始まっとった。お好きなピザマルゲリータ、好きな音楽あ、好きなスポーツチームあ、結構やる気のない人や。でもあだからといってやる気がないとは限らない。じゃあすいませんでしたね。私がこれを先にお湯を切るための時間差です。麺を入れたのがその上での計算です。カルボナーラの方にはカルボナーラのソースとブルダックのソース、ちょっとお湯を残して作ります。3で少なかったかな。わー美味しそう。はい、カルボナーラ2種完成です。